兄弟たちよ、今日は主イエスクリストの月で祝います。聖母マリアはまずベトレヘムで肉的な神の子の出産でした。私たちに神の子を産んでくださいました。2回目は十字架のそばに、彼女が悩みながら、彼女の魂が支えられて、彼女の魂が傷つけられて、私たちにキリストを救い主として与えてくださいました。第3番目の聖母マリアの出産、復活されたキリストを私たちに産んでくださいます。私たちに与えてくださいます。渡してくださいます。プレゼントとして、今日私たちは母なる教会を通して私たち一人一人の救いをいただくことができます。無償ですね。何よりも大切なことは、主イエスキリストの死と復活の神秘は、聖母マリアの従順、聖母マリアの信仰を通して私たちに届きます。私たちの人生に実現されます。今日聖母マリアにおいて、私たちの母である教会を祝う、あるいは私たちが教会に召されたということを祝うことができます。本当に感謝を持って、ありがたい心を持って、それを祝うことです。聖母マリアは乙女でした。乙女という事実を聖母マリアがそのまま受け止めた。彼女が別の人になりたくなかった、別の歴史を望まなかった、からこそ神に選ばれたもの。神が私たちを救うためにこんな謙遜なものを必要とした。彼女をこの世を作る前から選んだ。彼女を恵みで満たした。で、全ての神の技、神の御旨がキリストがこの世に現れるためです。まことのアダムであるキリストがこの世に生まれるために、まことのエヴァが必要です。罪を犯す前のイブと言いましょうか。現在は何ですか？一番最初の基本的な罪は何ですか？プライド、傲慢、つまり自分が弱いであること、作られたものであること、作られたものに過ぎない人間であるということを認めないこと、悪魔の偽りによって私たちがみんな自分の状態、自分の弱さ、自分が神にいつも命をいただく必要があるということを認めなくなる。いや、どうして私が作られたもの、どうして私がいつもいつもいつも神に頼まなければならない、いつもいつも自分で決めることができない、自分でその命を探すことができない、あるいは自分なりに自分が考えていたことによって命を探し見出すことができないと。これは悪魔の偽り、嘘です。私たちが自由であるということ、この自由は悪くて使うことができる、あるいは良い形で使うことができます。で、私たちは悪い形で、悪い方法を選んで銃を怪我した、その銃を失ってしまいました。銃になるために、誠の銃を、純粋な銃を失ってしまいました。私たちに与えられた銃は神の御旨に入るためでした。でも可能性として神の御旨を拒むことができました、あるいはできます。神の御旨をいただいて、受け入れて、神の御旨の道を歩むことは作られたものの生き方、神に作られたもの、神に似せて作られたもの、神と一緒に歩むこと、神と一体となるということ、悪いことではない、銃を消すことではありません。本当の銃は自分を神に渡すこと、任すこと、任せること。本当の銃がそのためです。自分が弱いであるから、自分が作られたもの、神ではないから、自分が乙女であるということ。乙女、この事実はこれです。私は男の人を知らないのにと、つまり私がこの状態では何もできない、子供を産むことができない。で、これは無限在マリアの状態です。つまり光る輝く乙女という状態、純粋な乙女という状態、乙女のような状態です。純粋へ、本当、本物の乙女、本物、神が一人一人を考えたその状態、その弱さを認め、神がいつも必要としているという状態、神の恵みが必要としているという状態、神から命を一秒ごとにいただく必要があるという状態、それを認めること。で、私たちがみんな乙女ですが、
その悪魔の偽りによってそれを乙女であるという状態を認めたくなかった。なかなか私が自分の限界を望みたくない、認めたくない、自分が神になりたい、勝手にやろうというような感じ。でも罪を犯していても、つまり男の人を知るようになっていても、つまり肉に頼っていても、なかなか愛の子供というか愛の実りを結ばれない、結ばれない、不妊のままに残っています。乙女であるという状態を認めないで拒んで、その乙女、その純潔、霊的な純潔を汚して、人間に頼って、人間の考え方、この世の価値観などに頼って、自分勝手にしようと思った瞬間に何も生まなかった、良い技を生まなかった、その状態が私たちの状態。でもどこから見ても乙女という状態です。汚れた乙女の状態。いくら愛人を探して愛人と付き合っていても、私たちの本当の状態は乙女の状態、つまり子供を産むことができないという状態で、教会の中で神様が私たちのために考えた、計画したその状態に戻ることができます。その純粋な状態、その純潔的な乙女の状態に戻ることができます。つまり神に作られた純粋なものに戻ることができます。つまり自分をいつも神に任せます、自分を渡すことができます。私たちは自分でその状態に戻ることはできないけど、教会の体内の中で、聖母マリアの体内の中で、奇跡を通して、御言葉を通して、教会の指導を通して、できるようになります。だから今日、キリストの復活の勝利によって、私たちはこの墓、この純粋な状態の墓から出ることができます。私たちの元々の神の子であると、その状態が復活します。死んでも復活します。自分で全てしようと思ったその人が殺され、神様に従って生きる者が復活する、生まれます。神の子、主イエスクリストが私たちの中に生まれます。教会の中でこの奇跡ができます、行われます、実行されます。だからおめでとう、喜びなさい、恵まれた者。その大天使ガブリエルの知らせがあなたのためです。今日喜びなさい。キリストが復活し、あなたも復活する。作られたもの、神の子、そういう状態があなたに復活します。あなたが神に従うもの、神の御胸を果たすもの、自分の人生はそのままでいい。自分の歴史はそのままでいい。自分の状態はそのままでいい。病気であっても、苦しみがあっても、家族がめちゃくちゃであっても、自分が弱いであっても、あるいは弱いであったからこそ、この状態の中に生きるからこそ、神は人間にできないことはできます。彼には無理なこと一つもないから。この神の技、自分の弱さ、自分の乙女の状態の中に行われる神の技は、教会の宣教です。教会の証です。あなたの毎日の証です。だから本当に喜びなさい。この良い知らせを今日、受け取って、この福音に耳を傾けて、主よ、ここにおられます。あなたが言った通り、私に実現されますようにと、良い祈りを一日中しながら、この素晴らしいキリストのお告げを祝いましょう。